ゃん、始まりました、うなぎの夜食事情、国際式にかける歌舞伎ものうなぎさやかです。今日はですね、後楽園ホール大会稲葉友香戦でした。そんな中、今日ねマーベラスも興行があったんですけど、本来は12月4日後楽園ホール大会でジャイアンこと長嶋千佳代とその12月4日のタイトルマッチをかけて戦う予定でしたが、まあ、今回、まあ、いろは匠が怪我をしてベルト返上するということになっていたのを聞いていて、まあそれだったらやっぱりもともとそのタイトルマッチ挑戦権をかけた、11月17日新木場大会のシングルだったので、何か絶対かかってる方がお互いに面白いと思うので、私は長嶋千佳代に、あ、ジャイアンこと長嶋千佳代にタッグベルトの返上をかけて返上マッチを行いたいと思います。やっぱりタイトルマッチすら行われない3ヶ月間ってベルトにとっては嬉しいことじゃないと私ははっきり思います。そこでやっぱ3ヶ月間そのベルトの時を止めてしまうことはプロレスラーにとってもベルトにとっても何の意味も生まれないと思ってます。なので11月17日は長嶋千佳代、そしていろは匠のタッグベルト返上してもらいます。で、今日もういても立ってもいられなくなって、連絡先とか知らないからインスタにテレビ電話機能あるんですけど、それでなんか投げ打ち草にかけたら出てくれたの、奇跡的に。なので今日の、マーベラスの締め、まあ後楽園で負けた後ほやほやの私のテレビ電話ランドです。どうぞ。どうぞ。ウッキーから電話してます。何、どういうこと、いきなり。お前いきなりわけわかんないこと言ってんじゃねえよ。どっちが勝てばタイトルマッチだったけど、ウナが勝ったらお前が返上するよ、タックベルト。え、何、ねえ、どういうこと、手振ってんじゃねえよ、バカ。どういうこと、ベルトの返上かけて戦えよ、お前。ベルトの返上かけて戦え。なんであんたに関係あんの。関係ないじゃん。よだよ。つうか待って、おめえには負けねえよ、バカ。とりあえず、何かかかった方が声も出す。滝の山ー。イエーイ。だんだん、こういうのは何かかかってる方が面白いから、お前が負けたら、タッグのベルト返上しろ。次の新木場大会、シングルマッチ決まってますよね。うなぎさやか対、なぜか私はね。それが、かけるものが、タックのベルトの返上をかけて試合しろっていうこと？くそっ！まあいいけどさ、いいけど、じゃあお前何かけんだよ。あ、何？ごめん、聞こえない。何？カサカサだから聞こえないわ。あなたは、あなたは、あなたは、ね、あなたが負けたら何かけるんですか。え、だからお前が決めていってんだろ。決めていいの。いいよ。いいの。よし、考えとく。よし、いい。じゃあ絶対返上するよ、私が負けたらね。うん、いいよ。いいな。うん、負けねえから大丈夫だ。っていうかさ、お前らさ、なんで俺がこうやって持ってなきゃいけないの。すいません。それでテレビ電話してんじゃねえ。なんだよ、うるさい。かけてくんなよ。というわけで、11月17日新木場法、新木場大会ジャイアンこと長嶋千佳代戦は、私からは、タックベルトの返上を要求します。まあそのぐらいのものをかけるので、私は
まあ、ジャイアンこと長島ちかよが欲しいものをかけますよ。なので負けないとか言ってますけど、何が起こるかわからないのがプロレスであって、まあ、お前とは戦ったこともないわけなんで、私は歌舞伎者だし、このギャンキー乗りに乗ってるので、ここから乗りに乗り乗りに乗りまくってベルトを巻きたいと思ってます。今のギャンキーなら絶対にどんなベルトも巻けると思ってるし、巻かなくてはならないと私は思ってます。皆さん、11月17日ドヤ顔でジャイアンこと長島ちかよからベルトを剥がすの、まあ、剥がすだけなんだけどね、それをかけてまた戦わなきゃいけないんだけど、ベルト必ず返上させてやりたいと思います。みんな見に来てね。明日殴り込むのはあなたのところかもしれません。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ギャンキー。